走ると街も国も人も見えてくるんです。イージースポーツは au by KDDI がお送りします。日本のいろんなことが知りたかったので、走りながら日本の風景を見ながら人たちも見ながら日本に慣れました。今週のランナーは韓国で生まれ育ち、現在は日本に拠点を移して活躍を続けるモデルヨンナ。ご紹介するコースは雑誌の写真撮影などでよく訪れるというお台場を中心にした 6.3km。 潮風を感じることができる都内屈指のレジャースポットは見どころ満載。しかも季節は夏、きっと楽しいランニングになりますよ。ストレッチは済みましたか？それじゃあ行きましょう。もっと日本を楽しみたい、サマーランニングスタート。走る前にモチベーションを上げるちょっとした方法。イージースポーツは au by KDDI がお送りします。今週のランナーは韓国のドラマ、CM などで活躍し、5年前から活動の拠点を日本に移したモデルのヨンナ。走る前に歩くのもすごいいいと思います。ポイントは腰を前に出すような、モデルが小の時にウォーキングする時のくらいの感じ、いいと思います。未来の自分を夢見ながらモデルみたいにウォーキング。気分が乗って体が温まってきたら走り出そう。努力は決して裏切らない。その一歩は絶対に明日のあなたを作ってくれる。新しい自分になるために女の子は走ります。ファイト。あなたはどんな表情で走っていますか？イージースポーツは au by KDDI がお送りします。サマータイムランニング、今週のランナーはモデルとして活躍を続けるコリアンビューティーヨンア。彼女が選んだランニングミュージックはレディーガガ、ポーカーフェイス。いつもはバラードとか韓国の音楽の方が多いんですけど、走る時はこういう速いリズムの音楽が多いですね。走りやすいです。降り注ぐ太陽とストライプを作る影、目に映る景色がいつの間にか音楽のビートと重なっていく。走り疲れてしまっても気分はいつもポーカーフェイス。小さな笑顔を浮かべながら、もうちょっと、あと少し、道はずっと続いている。東京&リゾート2009。イージースポーツは au by KDDI がお送りします。すらりと伸びた手足と魅力的な笑顔、今週のランナー4話が夏のお台場を走ります。お台場は都会の中にあるのにリゾートみたいな気持ちになれてすごい嬉しいです。気になるお店とかショッピングとか行けるのもすごい楽しいです。それではヨンアさんに代わってこの街の素敵なお店をご紹介しましょう。アクエリウムお台場はこの季節はレストランとして利用できる素敵な空間。スタイリッシュなインテリアはどこまでもクールで、セレクションしたシーフードのメニューは絶品。まるでどこかのリゾート地に来たみたい。最高。
ヨンアさん、日本を好きになってくれましたか？イージースポーツは au by KDDI がお送りします。2009年夏、今週のランナー、韓国生まれのモデルヨンアが東京リゾートお台場をサマーランニング。走っているといろいろなものが見えてくる。日本に活動の拠点を移して5年、彼女にとってそれはまた新しい日本を発見した素敵なランニングでした。体を動かしていい汗を流す、心が踊った夏のひととき、いかがでしたか？こんなに都会の中に緑も多くて自然な場所があるって日本は本当に素晴らしいなと思います。日本大好き。ありがとう。これからも頑張って。